おはようございます。川口和弘です。今日は静岡県御殿場市に来ているんですけども、今回はイチゴの帽子じゃなくてヘルメットをかぶってます。なぜならですね、とても風通しのいい場所に連れてこられまして、なんか景色めちゃくちゃいいんですけど、高くてめっちゃ怖いです。怖すぎるんで、早くタイトルコールに行きたいと思います。それでは富士図散歩スタートでーす。怖いー。あー、空が晴れたらこの街に僕たちと種をまきましょう。川口さん、ありがとうございました。もう大丈夫です。早く降りてきてください。ちょっと井上さん、もう降りてるじゃん。ねえ、ちょっとこれどう降りるんすか。ねえ、じゃあもう僕もちょっと下行くんで、ちょっと待っててください。ちょっとね、井上さんね、先降りちゃダメです。危ない危ない、本当に。すいません、私ちょっと高いところ苦手で、ごめんなさい。いやー、もうね、本当に焦りましたけども。ところでこのね、巨大な施設は一体何ですか？こちらカントリーエレベーターと言いまして、はい、一言で言うとお米を美味しく貯蔵して出荷する施設です。エレベーター。カントリーエレベーターはもみを運ぶバケットエレベーターが内部にあるのでカントリーエレベーターと呼ばれます。農家の皆さんがカントリーエレベーターに搬入したもみは食味ごとに分別、乾燥し、品質を一定に保ちながら、もみの状態で貯蔵します。乾燥、貯蔵、調整、出荷を一貫して行います。出荷時に異物などを取り除き、白米に精米されます。御殿場コシヒカリはカントリーエレベーターから出荷されます。農家の皆さんが丹精込めたお米の美味しさをそのままに出荷できる施設がカントリーエレベーターです。川口さん、いたずらに操作しちゃダメですよ。へえ、御殿場コシヒカリのブランドは農家の皆さんと JA さんが一体となって作り上げているブランドなんですね。その通りです、うん、ところで川口さん、はい、御殿場コシヒカリの PR のために、うん、今回のフジーズ散歩でもぜひ歌を即興で作ってください、うん、いやいや、ちょっと待ってください。さん、はい、そうそう、川口さんには前回のフジーズ散歩でも素敵な曲を即興で作っていただきました。ちょっとそんなこと言われてもね、僕たちそんなポンポコ曲できませんって。無理ですよ、そんな。いや、川口さん、前回のエマイチゴ狩りの時にですね、はい、この企画もっとやらせてくださいって言ってます。え、嘘でしょ、言ってます。こちら証拠画像です。めちゃくちゃ美味しい、最高です。もっとやらせてください、この企画。はい。もっとやらせてください、この企画。いや、言ってますわ。困ったな、こりゃ。井上さんね、推し強い。強い。もう困っちゃったな。まあでもね、しょうがないですね。今回も、じゃあ、曲出待ちで、頑張ってみましょう。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、御殿場コシヒカリのイメージって大切ですよね。そうですね。はい。はい、じゃあ、この辺りの水田を一緒に散策してみましょう。はい、やりましょうか。はい。はい。御殿場コシヒカリは、御殿場市小山町で栽培されています。カントリーエレベーター周辺でも、御殿場コシヒカリが生産されていますよ。この辺りは、御殿場輝き土地改良区といって、農業生産基盤の整備などを目的に、2001年から、8年の歳月をかけて整備されました。あ、長いですね。面積は71ヘクタール。東京ドーム約15個分の広さがあります。広い。さすが静岡県を代表するお米の産地なんですね。御殿場コシヒカリは、食味値など一定基準をクリアしたコシヒカリです。原農薬、原化学肥料栽培など、エコ栽培された御殿場コシヒカリは、
小野花の恵みというブランド名で店頭に並んでいます。小野花の恵みですか。御殿場コシヒカリは数々のお米の食味品質を競うコンテストで最高賞など受賞の常連となっているんですよ。じゃあチャンピオンですね。そうなんです。ライスチャンピオン、ライちゃんですね。ライちゃん、はい。ってことで、はい、御殿場コシヒカリ食べに行きましょうか。お、行けるんですか。はい、行きましょう。ライちゃん食べたいです、僕。はい、じゃあぜひとも行きましょ う。こちら J 富士のそばどころです。はい、まさかお米を食べにお蕎麦屋さん。はい、お、御殿場コシヒカリの本場ですか。お蕎麦屋さんでも御殿場コシヒカリ食べられるんです。あと御殿場地区のソウルフードも食べられますよ。なるほど、めちゃめちゃ楽しみです。早く行きましょう。はい、はい、御殿場市東田中にある JA フジーズのそばどころ、地元のお母さんが運営しています。お待たせしました。こちら有名な御殿場コシヒカリです。のおにぎりです。はい、どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。お米を味わうにはまずはおにぎりですよね。そうですね。はい、では失礼します。はい、お、すごいツヤツヤですね。お、すごいお米のいい匂いがします。ではどうぞ。いただきます。うん、もちもち。美味しいでしょ。いや、このお金やっぱ甘いですね。そうなんです、うん、これおかずがあったらいくらでも食べれちゃうと思うんですけど、すごい美味しいです。最高です。今度は、はい、天丼セット。え、いかがですか。本当ですか。はい、僕ね、天丼大好きなんで。本当ですか。ぜひともいただきたい。美味しいですよ。どうぞ。おー、すごい美味しそうですね。美味しいです。では早速いただきたいと思います。はい、いただきます。やっぱエビかな。うん、サクサクです。じゃあご飯もいただきたいと思います。うん、このサクサクの衣に御殿場コシヒカリがめちゃくちゃ合いますね。この米の風味っていうんですか、一粒一粒がすごいしっかりしてるので、全然この天丼に負けてる感じがしないです。あー、めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。実は、はい、この天丼にはお蕎麦が本来は作るんですけれども、あ、そうなんですか。そうなんです。はい、今日は川口さんに、はい、召し上がっていただきたいお蕎麦がありまして、どんなお蕎麦なんですか。それはみくりやそばって言います。みくりやそば、御殿場地区に古くから伝わる郷土料理です。山芋や自然薯をつなぎに使った麺に鶏肉、人参などが入った甘めのつゆをたっぷりかけます。お待たせしました。みくりやそばです。どうぞ召し上がってください。いいですね。はい、ありがとうございます。では早速いただきます。はい、うん、太麺でその歯ごたえがしっかりしてるんですけども、ちゃんとそばの風味が残ってて、で僕ね、甘めのつゆってすごい大好きなんですよね。でなんていうか、こう田舎のお母さんが作ったような、なんかこう優しいながらもちょっと懐かしいみたいな味がして、もう最高ですね。はい、ありがとうございます。もっといただきます。はい、川口さん、堪能していただけましたか。いやー、最高でしたよ。よかったです。じゃあ次はファーマーズの店舗にお土産を買いに行きましょう。おお、ぜひ、はい、行きましょう。ファーマーズ御殿場は御殿場市組沢国道246号線沿いにあります。御殿場小山地区の農産物をはじめ JA フジーズ管内の農産物を豊富に取り揃えています。川口さん、早速御殿場コシヒカリとみくりやそばを購入したようですね。買いましょう。はい、うーん、もうソフトクリームも最高ですよ。井上さんも一緒に食べましょう。美味しいでしょう。私も食べたいです。でもちょっとその前にお知らせです。動画版フジーズ散歩は偶数月1日に YouTube で配信中。冊子版広報誌は概要欄からダウンロードできます。
ぜひご覧ください。川口さん、はい、今日はいかがでしたか？うん、本当堪能しましたね。あの農産物も美味しかったですし、すごい自然も豊かでめちゃくちゃ良かったです。でですね、今朝お約束した御殿場コシヒカリの歌ちょっと考えてみますんで、はい、ちょっとだけ時間ください。お願いします。やってみます。はい、はい、川口さん、田んぼの中で作詞作曲中です。どんな曲になるのでしょうか？楽しみですね。なんとかできましたよ、もう。本当ですか？はい、もうやりましたよ。ありがとうございます。はい、じゃあ、うん、あそこで歌っていただけますか？嘘でしょ、マジで言ってます。え、はい、あそこ、いやいや、高い高い、無理無理、歌えない歌えない歌えない、いやいや、目がマジですよ。嘘でしょ、本当ですか？お願いします。井上さん、マジおっかないっす。それでは、御殿場コシヒカリの歌をカントリーエレベーターから披露していただきます。川口和弘さんで、ゴーゴー御殿場コシヒカリです。どうぞ。はい、ちょっとおっかないですが、歌わせていただきます。御殿場ゴーゴー、コシヒカリゴーゴー、食べればハイハイ、おかわりでもいっぱい。御殿場ゴーゴー、コシヒカリゴーゴー、つやつやハイハイ、もちもちでおすいすい。御殿場にはああ米が米が米があるじゃないか。それだけでああ夢が胸が幸せがいっぱいで、ついついもういっぱい。御殿場ゴーゴー、コシヒカリゴーゴー、食べればハイハイ、おいしくお腹いっぱい。食べたらライスチャンピオンの意味がよくわかりました。 We are 御殿場ウエストライト。 Thank you。 ありがとうございました。ごちそうさまでした。ソワも最高でした。ありがとうございます。今回は御殿場地区から御殿場コシヒカリ、みくりやそばの話題をお届けしました。御殿場地区の水田周辺は春の田植え、夏の青々とした水田、秋の稲穂が実る風景など四季折々の風景が富士山と共に楽しめます。ぜひお出かけください。